皆さんこんにちは。強烈です。先ほど紹介をいただきました通り、私たち昨年ですね、結成したばかりの経営者5人組のグループでありまして、もっと中高年の皆さんに元気を与えたい、そしてこの素敵な諏訪町をもっともっと発信をしていきたい、そんなことの一助になればと思って、グループを結成をいたしました。平均年齢は60歳です。今から歌わせていただく曲、オリジナルの曲です。2曲青春ワンバーチャンスとあの子に夢中という曲が2曲あります。一つだけ PR をさせてください。定期的にですね、高田本山のボンボリというのがあります。シモティの お店ですけれども、ボンボリのレストランで、定期的に、コンサートといいますかライブを開催してまして、強烈バーとしています。飲み放題、食べ放題、美味しい料理を食べていただいて、そして強烈を2時間満喫してもらうというイベントを行っています。ぜひとも、一度足を運んでいただきたいと思います。インスタで、ツ強烈でファンクラブに登録できます。もちろんお金はかかりませんので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。それでは早速ですけど、1曲目あの子に夢中を歌わせていただきます。どうぞ皆さん優しい目でよろしくお願いいたします。夢中 LOVE あの子に夢中 LOVE あの子に夢中
それでは早速ですけど、メンバー紹介をさせていただきたいと思います。じゃあ自己紹介でいきましょうか。角北丸の内で伺いやる朝日君です。よろしくお願いします。角端で洞窟温泉やっております、シンジー、シンジーです。はい、角井神殿で庄屋をやっております、シモティです。よろしくお願いします。はい、杉新商店の杉田と申します。杉様でよろしくお願いしたいと思います。はい、それでですね、5人組なんですけど、今日は実は、三重テレビの山口社長もメンバーでいら見えるんですけど、ちょっと仕事の関係で今日は、欠席ということでございます。この、まあ、4人プラス5人で、日頃膝が痛かったりね、腰が痛かったり、どうですか？腰が痛い。練習それでも一応してるんですよ。月に1回か2回は集まって練習してるんですけど、いつもね、すぐ椅子に座ってもうすぐ座らないかったら、ね、ちょっと頑張ってる。でも頑張ってるんです、頑張ってるんです。一番若いですから、47歳引っ張っていきます。もう一番ね、若さで引っ張ってもらっているということで、はい、はい、ということで、これからもね、頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしく、ご声援ほどよろしくお願いしたいと思います。それでは早速ですけど、最後にデビュー曲です、あの子に夢中を聴いてください。よろしくお願いします。誰かに助けてほしい時は
んでよ、ここに俺がいるよ。もしも君が泣いて誰かにそばにいてほしい時は名前呼んでよ、すぐに飛んでゆくよ。だけど僕が泣いて誰かにそばにいてほしい時は電話かけまくるよ、すぐに飛んできてよ僕の元へ。ありがとうございました。終わりました。